拍手があると元気が出てまいりましたね。本当ですよ、ね、はい、改めまして皆さん本当に、本日はですね、暑い中朝早くからご来場いただきまして誠にありがとうございます。 DGDA 夏祭り2024、皆さん盛り上がってまいりましょう。ここだけだと盛り上がってるの。皆さんも私に負けないぐらい盛り上がらなきゃダメよ。笠原さんはもう一回温まってます。あ、そうか、そうか、ね、我々二人はね、そういうことでまいりました。ということで申し遅れましたけども、今回イベントのですね、MC をさせていただきます。日頃は皆さん実況をお聞きいただいていると思いますけれども、レースアナウンサーのピエール北川でございます。よろしくお願いいたします。私がピエールでございます。よろしくどうぞ。そして、はい、MC の今井由紀です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、はい、サンドの向こうにモータースポーツが大好き、みんな株高さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、いつもこの3人はサーキットにいるんですけど、こういう形で皆さんとまたお会いできるっていうのはね、レースイベントじゃない時にこうやってリラックスして会えるっていうのは、今井ちゃん久しぶりじゃない？本当にコロナ禍以降ね、久しぶりの DGDA 開催になりましたから、ね、嬉しいですね。皆さん DGDA 待ってましたか？どうですか？いやね、今ちょうど話もありましたけど、2019年ですよ、遡ることね、LGDA で開催をしておりまして、まあ、コロナ禍を挟みましてね、実に5年ぶりということで、まあ、今度はサーキットに帰ってきたわけなんですけども、このイベント、まあ、華々しくね、またね、こうやって再開できて本当に嬉しい限りです。まあ、日頃はスーパー GT を戦っております GT500 のドライバー、かっこいいドライバー、ね、DGR のドライバーと、そして監督も、さらにチームの関係者のみんながですね、日頃のファンの皆さん、サーキットに来ていただいている皆さんに感謝と、そしてリラックスしたところで笑顔でね、触れ合いなんかができるような、そんな夏祭りを作っていこうということで、一緒に楽しんでいければなと思っております。まあ、そんなコンセプトで今回も開催をするわけなんですけれども、まあ、今井ちゃんやっぱりあれだよね、サーキットだとさ、はい、ピリッとした緊張感あるじゃない、はい、ね、ドキドキしちゃって、なんか、監督とかドライバーによってはなんかちょっとね、いつもだったらあんなにこやかな顔してるのに、ちょっとなどうしたの今日、ぶっちょうずらしちゃってみたいな、そういうのあるじゃない、はい、ここは違うよね。そうですね、まあ、サーキットなんですけど、はい、なんですけど、まあ、もう大体みんなレース終わっちゃってるから今日ね、リクエストしてリクエストリラックスして頑張っていただけるんじゃないかなと思います。実はさっき予選を走ったばっかりのドライバーもいるんですけどね、正確でした ね、そうですね、はい、そんなドライバーも一緒に、楽しんでまいりたいと思います。はい、はい、それでは今井ちゃん、早速お待ちかねのドライバー皆さん、ご紹介させていただきましょうか、はい、さあ皆さん、それでは大きな拍手でお迎えください。さあ、まずは呼んでまいりましょう。14号車 TGR チームエレオスルーキー大島和也選手、福住美玲選手、そして高木寅輔監督、はい、皆さん大きな拍手をお迎えください。いらっしゃい。さあ、続きまして19号車です。 TGR チームウェイズスポーツバンド、国本雄二選手、坂口瀬奈選手、バンド正隆監督、いらっしゃいませ。さあ、続きまして13号車です。 TGR チーム英雄トムス、坪井翔選手、山下健人選手、伊藤大輔監督、いらっしゃい。さあ、続きまして37号車 TGR チームデロイトトムス、ジュリアのアレジ選手、ミハイル・クルム監督、よーい、いらっしゃいませ。さあ、そして38号車です。 TGR チームキーパーセルモ、石浦博明選手、大井俊樹選手、立川雄二監督、はい、いらっしゃいませ。はい、なお石浦選手は都合的に欠席となっております。石垣島。さあ、そして39号車 TGR チームサード、関口雄一選手、中岩雄一選手、脇坂監督、どうしました？どうぞお入りください。石浦選手がいる、スマホの中に石浦さんがいる。いらっしゃいませんでしたけど、はい、お呼びしたら来てくれるのかな、おと客席にいらっしゃいます、森蔵選手。なんて客席、なんて客席。さあ、ようこそお越しくださいました、皆さん。すごいですね、森蔵さん、ちゃんとあのスマホの中の石浦さんにもちゃんとグータッチしました。
さあということでございまして、まずはですね、ここでちょっと記念撮影をさせていただこうかと思いますので、今ちょうどあのお客様の中にですね脚立を、はい、用意しておりますけれども、そこにおっしゃるカメラマンのですね三橋さんがいらっしゃいますので、まずステージ上ちょっと写真撮らせていただきたいと思います。後ろの皆さんごめんなさい、ちょっとね、じゃあ、ステージ上の皆さん、おっしゃるカメラマンの方に皆さん目の方をですね、はい、向けていただいてよろしいですか。はい、そしてあの脚立より前のお客様はですね、あのカメラ上げたりしないように、はい、ちょっと一回下ろしてご協力の方よろしくお願いします。はい、じゃあ大島さん真ん中に OK 後ろに、はい、じゃあ、ドライバーの皆さん後ろに手をみんな組んでいただいていいですか。はい、ね、あ、はい、関口さんとそして立川さん後ろに、はい、手を組んでいただいて、あ、一瞬石浦さん消えるかも分かりませんけど気にしないでください。あ、石浦さんいらっしゃる、ありがとうございます。あ、いらっしゃいますね。はい、じゃあこれで一回まずね写真撮らせていただきたいと思いますので、声で言ってください。あ、声で言ってもらって大丈夫ですよ。はい、はい、こちら側の問題でございましてね、ちょっと今話題が起きました。 OK、 はい、じゃあまずステージ上のドライバーで写真を撮らせていただきたいと思います。はい、にっこり笑顔で、はい、お願いします。はい、ファンの皆さんも撮りたくなりますよね。ありがとうございます。 OK、 はい、ありがとうございます。さあではですね、ここでですね、はい、今日はですね一緒にみんなと、盛り上げてそして楽しんでいただけるチームアンバサダーの皆さんもお揃いになっているとのことですのでお呼びしたいと思います。はい、皆さん大きな拍手でお迎えください。チームアンバサダーの皆さん、あら、浴衣もいらっしゃる、いらっしゃいます、夏祭りっぽいわ。はい、お願いします。はい、どうぞどうぞ、チームアンバサダーの皆さんもお入りください。よろしくお願いします。大勢いらっしゃいますね。ありがとうございます、ありがとうございます。さあどうでしょうか、皆さん来られました。あれ、チームアンバサダー、トヨタ熊吉も入りたそうです。あ、そうですか、呼んでください。はい、あ、もう入ってるじゃん。入ってました、入ってました、ね、はい、熊吉も入ってきました。はい、ということで、チームアンバサダーの皆さんもお揃いになったということでね、ステージ上豪華になりましたので、今ちゃん、はい、参りましょうかね。はい、それでは、はい、それでは森澤さんと大島選手に開会宣言をお願いしたいと思います。はい、はい、あの皆さんこんにちは。お元気ですか。あの台風やら地震やらいろいろありましたけれども、本当に久々に、この TGDA、開催することができました。これは2006年に、当時脇坂十一、会長が、GT、スーパー GT のスーパー GT の500のドライバーのトヨタドライバーをその皆さんによく知ってもらおうということで、当時お台場で、このイベントをやってまいりました。そして脇坂十一氏が、引退した時に、二次会で、東京のとある場所に行ったらしくてですね、そこで、私の横におります、大島和也に次の会長をやってよということで、単に飲みの席で決まったようでございます。ドライバーズアソシエーションという、大それた名前がついておりますが、会長の任命はそんな気楽な感じで、決定されているようでございます。そして今回は初めてこの富士スピードウェイ、というところで開催になったわけでありますが、こここそ、ここに今壇上におります、ドライバー、そしてレースアンバサダー、そしてここにはおりませんが、レースエンジニア、メカニック、スタッフ、いろんな人の職場でございます。モータースポーツっていうのはいろんな人に支えられて、もちろん皆さんが支えていただいているからこそ成り立っていると思いますが、皆さんと共に、モータースポーツ盛り上げております。そんな職場で開催できること、きっと彼らこの職場でかっこいい姿見せると思います。前にいるお子さん、お子さん、こんな大人になりたいな、こんな大人になったらこんな仕事したいなっていう人がたくさん現れていくことも一つですし、何よりも皆さんが今
笑顔になって、さらにモータースポーツを好きになっていただくこと、これがここにいる我々全員の願いであります。一日お楽しみいただければというふうに思います。では大島会長に、このマイクを譲りたいと思います。はい、本当に会長の後に喋るのすごく嫌だったんですけど先に喋られてしまったので、はい、もうとにかく僕らはですね、普段ドライバーたち、監督も含めてですけど、サーキットでピリピリしてて、なかなかしっかりとしたファンサービスみんな頑張ってやってますけど、より今回はリラックスした状態でファンの方々と接すると思いますので、どんどんコミュニケーション取ってもらって楽しんでもらえたらなと思ってますので、はい、僕会長として一応前に出てきてますけど、大したことやってなくてですね、ほとんど GR の方々だったりがやってくれてますし、ドライバー一人一人がいろいろ案を出して、ね、上に縁日とかいろいろ用意してますので、特に子どもたちが楽しんでもらえるようなことをいっぱい用意してきたので、みんなで楽しんでいきたいなと思います。お願いします。さあ、それでは改めまして、大会宣言をお願いしたいんですが、よろしいでしょうか。はい、宣言を、はい、はい、夏祭り開催します。毎回心臓、はい、はい、はい、そうそう、はい、